おはようございます。今日はこれ友達がくれた台湾の紅茶を入れようかな。紅茶って書いてある。でもちょっと疑問なのが、彼女に言われたのが中国とか台湾とかのお茶は一回捨てなきゃいけないんだって。でも紅茶の場合どうなんだろう。一回捨てるのかな、紅茶も。なんと違った、ティーバッグだったわ。じゃあ多分捨てなくて平気かな。あ、そっか、ティーバッグか。あ、いいか。じゃあと、また今日もスキー場行ってきます。この友達からもらったお茶、よいしょ、ここの英語じゃないや、この漢字を見て、あ、これ紅茶だなと思ってたけど、よく見たら普通に英語で書いてあった。キャラメルアップルブラックティー、あって思ってってことはと思ってみたら、そう、これが何茶かちょっとよく分かんなかったんだけど、この漢字を見て普通にこれも英語で書いてあった。ラズベリー&ライムフルーツティー、これも多分じゃあティーバッグってことだな。なるほど、まあ、じゃあすごい家で一杯だけ飲みたい時とか良かったんだ。これいつもティーバッグって分かんなかったから開けれないでいた。だからこれから家でごくごく飲もう。今日もスキー場に来てます。今日はすごく視界が悪くて上の方は全然見えなかった。そんでさらに今ちょっと雪が結構激しめに降り出して、もっと視界が良くなくなってきたので、もう家に帰ります。今1時ぐらい、今戻ってる下に。ただいま、今日は外食しようとしてたけど、レストランに出ましたら予約が8時と8時半と9時しか空いてないって言われたので、もうお腹空いてるしもういいやと思って諦めて家でご飯食べることにした。このマフィンもあるし、あとパン、これが楽しみ。なんか最近パンずっと食べてたけど、なんか食パン、いわゆる食パンを食べてなかったから。シャワーカーテンを洗おうとしてる。スキー場で使ってた北海道ここに貼った。ずっと背中に貼ったら財布が痛くなってきた。あとこれミッキーの T シャツ着た。何食べんの、本味。で、何、本味はピザパンみたいなものを作るの。ピザの中に入れるの。ん？ピザパンみたいなのを作るの。ん？うん。私はグリルドチーズにしようかな。使う？お湯。お湯使う。ありがとう。
の端に塗って。うん。で、何にするの？チーズ。あ、そう、私もチーズもらいたい。チーズ、白いやつとチェダーと。今ホットサンドメーカーが欲しくて、今アマゾンとかいろいろ見てる。電気のやつじゃなくてフライパンでやるやつ、アウトドアでも使えるし家でもできるみたいなやつ。このピーナッツバター私欲しいな。どうぞ。やっと。じゃあ1枚はトーストしよう。こんな感じかな。まだまだだね。ほっとこう。トーストの方が焼けた。よいしょ。こういうなんかシンプルに普通にさ、トーストのバターとかトーストのピーナッツバターとかも久しぶりに食べるとすごい美味しいよね。やっぱ抜けようかな。ピーナッツバターと蜂蜜の組み合わせが大好き。思ったより焦がしちゃったかな。いつもマジで、なんかさ、全然さっきまだまだだったから、まだまだと思ってたら、よし、まあまずちょっと向こうでトースト食べよう。ちょっと焼いてるの？焼いてる。弱火にしたよ、ちょっと。裏にしたの。オーブンでやったやつをチンしてんのさ。いや、なんかオーブンだったら多分卵が全然もう、もう多分10分
これはけなきゃいけない。いけた。これも超焦げた。焦げたっていうか多分パン自体がさ、黒いから、そんなにすごいが焦げてないのかもしれん。白いパンではないじゃん。オーブンで温めてたけど結局電子レンジしてるの。私はゆで卵を入れて卵サンドにしようかなと思って、ちょっとブドウも洗った。みんなラーメン、その黄色いの何？ビタミン。それもビタミンなの、うん、何豆腐？じゃあチーズか。豆腐とかないです。豆腐に見えた。ないなんだ豆腐なんて。あれがある、あの衣付きみたいな揚げ豆腐みたいなのがある。あやっぱさ、ラーメンって人が食べてるとなぜか羨ましくなる食べ物だよね。うん、でもあげないからね。誰にも？え、一口ぐらいいいじゃん。うん、うん、うん、ちょっと、なんでいいじゃん、ラーメンぐらい。一口じゃないから、もう半分ぐらい食べたから、ね、半分も食べないし、そうに減ってるように思えちゃうから、そう感じるだけであってさ、それはさ、被害妄想ってもんです。すごい仏頂面で見てる。何？何？それ一口ね、うん。いやいや、だからこれは 0.5 ぐらい。何で俺が言ってもらって、それ一口ですよね。じゃあだって口はまだ食べれるんだけど、手が早く早くもうお腹ちょっと伸びちゃう。うん、それですよ。ほら半分ぐらい食べちゃうじゃん。半分残ってない。まだ半分には残ってない。ゆで卵で終わった。あちち。ちょっと待って。あちち。あつ。あつつ。
こっちじゃなくてそっちにいたかったのに間違えた。こっちこっちこっち。ああ思っては今だちょっと半熟だな。あちぇ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 。つけすぎたかな。美味しい卵サンド。ん？卵サンド美味しい。うん。うん。チョコマフィン、チョコチップ、チョコマフィン。甘っ。